もしあなたが人生をやり直せるとしたら何がしたいですか？73歳のおばあちゃんがいきなり20歳？参ったね。そして実の孫とまさかのバンドデビュー。君は歌うべき人なんだよ。運命なんだよ。本当なんだよ。若返ったんだよ。おじさん病院行こう。大事なもんついてんだろ。男なら覚悟決めて頑張るな。あなたからの気持ち。お母さんの字だ。私らしく生きたい。君はうちの大事な歌姫だからね。姫？私が？謝罪の王様のスタッフが送る驚異の年齢詐称エンターテイメント。胸が高鳴って仕方ない。もう一度自分の人生を好きになる。怪しい彼女。どんな男がいいの？下の世話ができる人。